もうね、みんな多分出口とかいらないあるよな。出口とかはだってみんなずっと会社にいるでしょ。出口はいらないから、もう塞いじゃっても多分問題ないあるから。よし、あ、これでよし。会社に出口はいらないでしょみんな。入り口があればいいね。入り口はあるあるよ。でも出口がない会社には、うん、斉藤さん、社長帰らせて。ダメ、この会社出口ないあるから。斉藤さんダメだよ、帰っちゃダメでしょ。帰りたいって言ったの嘘だよね、嘘だよね。うん、嘘みたい。よかった、嘘みたい。うん、嘘みたいだ。よかったよかった。うん、よし、嘘だね、嘘だね。もう回答は分からないけど、嘘だね。うん、なんだ、嘘か。そっかそっか。じゃあいいよ。うん。帰らせてください。お腹に妻と子供がいるんです。お腹に妻と子供がいるんです。妻もお腹にいるあるか。いや、でもね、ごめんね。もうね、返してあげたい気持ちは山々なんだね、でも。ねえねだって、ねえねだって、みんなの子返してあげたい。でもね、それじゃあダメなんだ。それじゃあダメなんだ。もうね、妻がお腹にいようが、子供がお腹にいようが、もうどこにいようが、ダメなんだ、それでは。うん。もうごめん、ねねもわかんなくなってきたけど、なんとなくじゃダメだ。うん、帰りたい気持ちはわかるけど、ねねの判断でなんとなくでダメ。帰っちゃダメ。うん、白い袴さん帰っちゃダメだからね。うん、 Repeat after me。 ねね CEO is gone。 OK。